皆さんこんにちは、こういちです。今回の動画は EOS R10 におすすめのレンズをご紹介していきたいと思います。 R10 は RFS レンズと組み合わせたレンズキットも販売されていますので、 RFS レンズはお持ちの方も多いのではないでしょうか。なので今回は2本目のレンズとしておすすめしたいレンズを5つご紹介していきたいと思います。焦点距離の好みやよく撮る被写体によってもレンズ選びは変わると思いますので、ご紹介するレンズに順位はつけずに、今回は値段の安いものから順に紹介していきたいと思います。またおすすめする理由とおすすめの被写体もセットでお伝えしていきます。よかったらご参考にしてみてください。それではおすすめレンズいってみましょう。まず1本目のレンズは RF50mmF1.8STM です。このレンズ今は手放してしまったので R10 に装着した感じを実際にお見せすることはできないのですが、次に紹介するレンズとサイズはほぼ同じなので、そちらをご参考にしていただけたらなと思います。重さは 160g で、焦点距離はフルサイズ換算で 80mm になります。このレンズをおすすめする理由は4つあります。1つ目は F1.8 という明るさです。一眼カメラが初めてって方はぜひ F1.8 を体感してみてほしいです。かなり背景がぼけます。最近では iPhone でもポートレートモードで背景がぼけるようになってきましたが、デジタル処理でのぼけと光学的な自然なぼけでは細部の感じが全然違います。背景の綺麗なボケを楽しめるのが一眼の楽しさの一つなので、ぜひこのレンズは購入して体感してほしいかなと思います。おすすめの理由2つ目は安価な点です。このレンズの2022年の秋時点での最安値は 28,512 円です。安いのに性能がいいレンズなので、めちゃめちゃコスパがいいです。マキエレンズって聞いたことありますか？マキエレンズはキヤノンにはこんなに安くて写りのいいレンズがありますよ、だからキヤノンのカメラ買ってねっていうレンズのことで、このレンズはそれに位置づけられています。なので買って損はないと思います。おすすめの理由3つ目は小型な点です。 RF レンズの中で最も軽いレンズです。 RFS レンズは除いています。この小型軽量の R10 と合わせると気軽に持ち出せるサイズ感と重さになるので、ああ今日はカメラ持ってきてないっていう撮影機会を逃すことが少なくなります。この組み合わせは普段使い最強カメラになると思います。おすすめの理由4つ目は焦点距離がフルサイズ換算で 80mm という点です。 80mm なので背景整理、つまり後ろに映したくないものがたくさんあっても 80mm だと映したいところだけを切り取りやすいので、主題を明確にした写真が撮りやすい焦点距離だと思います。おすすめの被写体は2つあって、スナップとあとポートレートです。軽くて気軽に持ち出しやすいのでスナップ撮影におすすめできます。また F1.8 なので背景がすごくぼけて、かつ焦点距離 80mm で背景整理がしやすいのでポートレートがおすすめできます。2本目におすすめのレンズはこちらです。 RF16mmF2.8STM です。 R10 に装着するとこんな感じのサイズ感になります。重さは 165g で、焦点距離はフルサイズ換算で 25.6mm になります。おすすめの理由は4つあります。1つ目は広角という点です。今出ている RF レンズで3番目に焦点距離が短いレンズです。1番目、2番目に焦点距離が短いレンズは L レンズで高いので、お手頃価格で広角レンズといったらこのレンズです。フルサイズ換算で 25.6mm になってしまうので R10 と一緒に使うとそこまで広角ではなくなってしまいますが、それでも十分広い広角の写真が撮れます。
ちょっとこの動画の趣旨とはずれてしまいますが、今後フルサイズ機にステップアップしたいと思っている方もいると思いますが、フルサイズ機でこのレンズを使うと、こんな広い画角で撮れるんだって感じで大化けすると思いますので、その点でも持っていて損はないレンズだと思います。おすすめの理由2つ目は価格です。このレンズの2022年秋時点での価格は最安値で 37,480円です。このお手頃価格で 16mm の焦点距離をゲットできるのはとても嬉しいですよね。広角側は焦点距離 1mm で結構雰囲気が変わるので、この価格焦点距離はおすすめです。おすすめの理由3つ目は小型な点です。RF レンズの中で2番目に軽いレンズです。軽いのと画角の広さで、私は R10 とこのレンズの組み合わせで出かけることがとても多いです。おすすめの理由4つ目は F2.8 という明るさです。単焦点レンズにしてはちょっと暗いのでデメリットに感じる方もいると思います。ですがそれでもキットレンズの RFS1845mm の広角側と比べると3分の2段分明るいです。また使用用途を考えると F2.8 で十分だと私は思っています。個人的には広角レンズは建造物などをダイナミックに撮るのによく使うので、このレンズを使うときは手前にも奥にもピントがあってほしいと思っています。なのでそういう時は大抵 F 値を F8 くらいまで絞るので、開放 F 値が 2.8 でも十分だと思っています。これ以上明るくするために大口径レンズになって大きくて重くて価格が高くなるよりは F2.8 で今のサイズ感の方が私は嬉しいです。おすすめの被写体ですが、このレンズでは広い範囲を映せるので背景や建造物、あと天体撮影にぴったりだと思います。またこのレンズは軽くて広い範囲を一度に映せるので旅行にもおすすめできます。また Vlog を撮るのにも向いてると思います。このレンズ IS はついていませんが広角レンズなので歩き動画でも手ブレが目立ちにくいのでおすすめできます。歩き動画についてはこちらの動画で検証していますので、よかったら確認してみてください。3本目におすすめのレンズはこちらです。 RF100-400mmF5.6-8ISUSM です。 R10 に装着するとこんな感じです。ズームするとこんな感じで伸びます。重さは 635g で、焦点距離はフルサイズ換算で 160mm から 640mm です。おすすめの理由は4つあります。1つ目は価格です。このレンズの2022年秋時点での最安値は 81,450円です。この価格で 400mm をゲットできるのはとても嬉しいですよね。低価格の望遠レンズがあるだけで、望遠レンズが必要な撮影、例えば野鳥なんかの撮影の敷居がだいぶ下がりますよね。おすすめの理由2つ目は小型という点です。このレンズめちゃめちゃ軽いです。余裕で手持ち撮影できますので、一脚とか三脚なしで気軽に撮りに行けます。おすすめの理由3つ目は 5.5 段分の手ブレ補正が入っている点です。R10 と組み合わせるとテレタンで 640mm の焦点距離になるので、手ブレ補正はかなり重要な性能の一つです。 5.5 段分の手ブレ補正が効くので、遠くの被写体をしっかりと画角内に収めてくれます。もしここまでの望遠レンズで IS なしのレンズがあったとすると、手ブレで被写体がフレームアウトしてしまうので手持ちはそこそこ大変です。シャッタースピードを上げれば撮った写真の手ブレは防げますが、被写体がフレームアウトするのは防げないですからね。 IS は 5.5 段もなくてもフレームアウト自体はしないと思いますが、あるに越したことはないですよね。おすすめの理由4つ目は USM モーターなので静かで速いという点です。キャノンのレンズだとレンズを駆動するモーターは大きく分けて2つあります。1つはステッピングモーターで、
片面の最後に STM と書かれているものがそのステッピングモーターを使用しているレンズです。もう一つは超音波モーターで、片面の最後に USM と書かれているものがそうです。STM だと少し音が気になったり AF の速度も少し遅かったりするのですが、このレンズは USM なのでモーター駆動音が静かで AF は高速です。なので素早くピント合わせをしたい方にぴったりのレンズです。1点補足ですが、このレンズちょっと暗いなって思った方、 ISO を上げれば意外と大丈夫です。撮影シーンによってどれくらい ISO を上げればいいかについてはこちらの動画が参考になると思いますので、よかったらチェックしてみてください。このレンズのおすすめの被写体はやっぱり望遠レンズなので、野鳥、鉄道、飛行機、競馬がおすすめです。秋競馬が盛り上がっていますので、私もこのレンズを持って久々に競馬場に足を運びたいなと思います。4本目におすすめのレンズは RF2405mmF4L ISUSM です。重さは 700g で、焦点距離はフルサイズ換算で 38.4mm から 168mm です。 R10 に装着するとこんな感じです。ズームするとこんな感じです。このレンズの2022年秋時点の最安値は 154,332 円です。このレンズ2022年11月4日に値上げされますので、それより前の価格です。おすすめの理由は3つあります。1つ目は F4 同士という点です。開放 F 値が焦点距離によらず F4 なので、焦点距離に応じて露出調整をせずに済むのでやっぱり撮影が楽です。ちなみに F4 同士のレンズのことを小三元レンズって言ったりします。おすすめの理由2つ目は使いやすさナンバーワンという点です。R10 と合わせると焦点距離が 38.4 から168mm になるので、標準域はしっかりとカバーしつつ、望遠域もかなりカバーした使い勝手のいいズームレンズになります。これ1本持っていれば何でも撮れるんじゃないかなってくらい使いやすいレンズです。おすすめの理由3つ目は5段分の手ブレ補正が効く点です。IS なしのレンズと比べて5倍シャッタースピードを遅くできるってことなので、手持ちでシャッタースピードを 1-2 秒にしても手ブレは全然目立たないので、気軽に夜景撮影ができます。本当に撮れないものがないんじゃないってくらい万能なレンズです。おすすめの被写体ですが、このレンズは万能なので風景も建造物もポートレートも撮れます。また万能ズームレンズなので、これ1本持っていけば旅行でも活躍してくれると思います。おすすめのレンズ5つ目はこちらのレンズです。 RF7200mmF2.8L ISUSM です。このレンズの重さはこちらの三脚座を除いて 1070g で、焦点距離はフルサイズ換算で 112mm から 320mm です。 R10 に装着するとこんな感じです。ズームするとこんな感じです。こちらの三脚座は簡単に取り外すことができますので、一脚や三脚は使用せず、手持ちで取りに行きたいって時は気軽に取り外して使用することができます。取り外すとこんな感じになります。このレンズの2022年秋時点の最安値は338,884円です。2022年11月4日に値上げされますので、それよりも前の価格です。こちらのレンズのおすすめの理由は4つあります。1つ目は王道の望遠レンズという点です。このレンズは 70mm から 200mm の望遠ズームなので、このレンズさえ持っていれば望遠域の被写体は大体何でも撮れます。さらに F2.8 同士の明るさも持ち合わせていますので最強です。これは野鳥を撮った写真ですが、かなり遠い野鳥は厳しかったのですが、トリミングを併用すれば結構十分なサイズにできます。おすすめの理由2つ目は F2.8 同士という点です。 RF2405mm でも説明しましたが、開放 F 値が焦点距離によらず固定なのはありがたいです。しかもこちらは F2.8 同士です。
F2.8 同士のレンズは第三元レンズって呼ばれています。小三元レンズの RF7200mmF4 もいいのですが、 R10 は高感度耐性が少し悪いので F2.8 の方が相性はいいと思います。おすすめの理由3つ目は小型軽量という点です。 EF レンズの 7200mmF2.8 は 1480g でしたし、インナーズームだったので全長が 19.9cm ありました。けどこのレンズは 1070g と EF 時代から比べて3分の2に軽量化されていて、さらにズームするとレンズがこう繰り出すタイプのため、収納時は全長が 14.6cm になるよう小型化されています。ちなみにこちらが EF7200mm の第三元レンズです。ズームしても全長が伸びないですよね。こういうものをインナーズームと呼んでいます。個人的には今お見せした EF レンズのようなインナーズームタイプの方が好きだったりするのですが、持ち運びが楽な点はありがたいです。おすすめの理由4つ目は白レンズという点です。白レンズはやっぱり所有欲が満たされます。キャノンユーザーなら1本は持ちたいレンズだと思います。やっぱり白レンズは買って一番テンションが上がるレンズです。今お見せした EF7200mm の第三元レンズも長く使用してきましたが、こちらの RF7200mm の描写もかなりやばかったです。おすすめの被写体ですが、望遠域の万能ズームレンズなので、ポートレート、野鳥、鉄道、飛行機、競馬におすすめです。個人的に望遠レンズが好きなので、これが一番のおすすめです。いかがだったでしょうか。今回の動画では R10 と組み合わせる2本目のレンズとしておすすめしたいレンズを5つご紹介しました。今回の動画が参考になったなとか、レンズ沼深いって思った方はこの下の高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。このチャンネルではカメラやガジェットの動画をアップしていますので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。最近コメントをいただけるようになってきました。頑張って返信していますので、気軽にコメントしていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。